彼女の声が好きだった。いつまでも聞いてたい、そんな声だった。以上、放送委員会からのお知らせでした。じゃあ私帰るね。あのさ、何？タクポヨは好きな人とかいんの？何急に。いやちょっと気になっただけで。いるよ。え、どんな人？鏡に映ってる人。え、どういうことだよ。バーカ。ねえねえ、もうすぐ半年記念だからさ、ディズニー行こう。いいね、一緒に行こうぜ。じゃあ約束ね。おう、渡っちゃおうぜ。うん。じゃあ金貯めねえとだ。タクポヨ、ねえ、なんか足が挟まれて抜けないんだけど。ちょっと待ってろ。五十嵐助けて、死にたくないよ。五十嵐助けて、死にたくないよ。命は助かりましたが、今後事故の後遺症が出てくる可能性はありますね。わかりました。一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。五十嵐、あんた誰？あ、タクポヨって言います。五十嵐と付き合ってまして。なんであんたのせいでうちの子がこんな目に遭わなきゃいけないのよ。え、もう二度とうちの子に会わないで。分かったらさっさと出てって。あんたは無事でよかったわね。え、まもなく片瀬江ノ島行き発車します。え、五十嵐、お客様乗りますか？あ、大丈夫です。五十嵐、五十嵐、タクポヨだよ、覚えてる？ほら、高校の時付き合ってたじゃん。忘れちゃった？本当はあの時もう一度会いたかったの。五十嵐が元気にしてるかだけでも知りたかった。ねえ、なんとか言ってよ。ちょっと五十嵐？どうしたんだろう。お客様？はい。あのお兄ちゃんは耳が聞こえないんですよ。どういうことですか？突発性難聴といって、事故の後にだんだんと耳が聞こえなくなっていったみたいです。事故って？7年ほど前に踏切で電車とぶつかったんです。それも誰かを助けようとしたみたいで。そんな。だからお兄ちゃんとはいつも手話で話してます。手話で？駅員さん、手話でバカってどうやるんですか？そんなのいつ使うんですか？使うんです。バーカですね。バーカ。それから私は人生で初めて猛勉強をした。好きな人のためなら何があっても頑張れた。この電車は片瀬江ノ島行き特急列車です。なんか眠くなってきたなぁ。ただいま踏切でトラックと衝突したため緊急停車しております。え、大丈夫かな。安全の確保のためお客様には電車から降りて避難していただきます。うわぁ、え、電車とトラックがぶつかったの。この後電車を降りるから私についてきて。車内のお客様全員避難完了しました。運転手もトラックドライバーも奇跡的に無事だ。よかったです。五十嵐と話したくて駅員さんに教えてもらったの。ありがとう。私の方がごめん。私のせいで耳が。なんでよ。ずるいよ。五十嵐が大変な時私は何もできなかった。今日まで五十嵐に助けてもらった命を大切に生きてきた。だから今日から五十嵐のために生きるって決めた。じゃあ得意の手話見せてあげる。バーカ。